さあ、マリオカートやっていきましょう。録画としては超絶久しぶりなんじゃが、3ヶ月ぶりぐらいか。そして私のミーはどう見てもスマブラ参戦が決まってウキウキのセフィロスくんですよ。はい改めて見るとまるで似てねえな。うん、あまりのストレスに痩せ細ったスネイプ先生の方がまだ伝わるかもしれん。はい、というわけでやけに顎の長いムスカとかもいますが、盛りだくさんでお送りしたいね。よろしくお願いします。最初のステージが肝心だからね。全体的に赤いな。ドラゴンロード。マリオカートのいいところはいつやってもある程度のドリフトぐらいは変わらずできるところ。そう、ああそうか、名前もセフィロスになるのか。似てねとか言われてんだろうな。うん、でもほらよくあるでしょ、俺セフィロスに似てるって言われてんだけど、いや似てないんすけどねみたいな、あーそうなんだみたいな、そういう感じでよろしくお願いします。行くぜ。マシンはファルコンだ、どちらかってんだよ。行くぜ。やっちまったぜ。まあでも今のは攻めましたよ。確かに演奏するかもなと思いましたが、でもこのゲームのスタートダッシュってやっぱあのベストタイミングに近づけば近づくほど加速もできるんでね、まあこの程度のなんか中途半端なドリフトだったらあのあれですよ。あ、はい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 、中途半端なドリフトで維持できる程度の上位なんでね、いつでも巻き返せるんですよ。まあそれはレースで証明するしかないよな。さあ道を開けてもらおう。よし、少しずつ上がっていきますよ。おっと、あれの事故は怖いよね。ダースダー平和主義、約束の地へ来たぜ、約束の地かっこジョーイ。すまないね、ムスカお待たせ。よし、おっと怖い怖い、えらく攻め気が強いですね。よしよしよし、丸焼き、いやーケツに突っ込まれた。レスキューやばい、こんな貧弱な防御で一体何ができるというのか。1位は悪い字多いな。うん、見分けがつかんぜこんなの。よし、やばい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 、大丈夫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 だな、全然効かねえからこの程度の電撃。わあ、マジでマジでそういうことすんの。その癖で自分は緑コーラを踏んでしまうという。くそ、そんなんだったら私に譲れよ。いや違う違う、緑コーラって意味じゃないよ。まだ巻き返せるかセフィロス、頑張れ、いいの取れよ。よしよしよし、まだいける、無敵、よっしゃ。どうだ、だいぶだいぶ戻ったよ。はい、というわけでファイナルファンタジー7好評発売中。なんかリメイクとかこう好評発売中。いくぜ、よろしくお願いします。ライフストリームに帰る？帰らないぜ。この空港でまた別のクラウドのところに行っちゃうもんね。よろしくお願いします。ヒャッホー。クラウド君も昔はミーで結構再現あった気がするんですけどね。どこにでもいるパツキンの兄ちゃんみたいなビジュアルしてましたけど、うん、まああれだよね、もうちょっとミーも幅が増えたらな。最近ちょっとずつミーの影薄くなってきてるよね。意外とカオスなキャラ作れて面白かったりすることもあるんじゃが、それはあれか、あの作れもしないものを無理やり再現しようとして出てくるキメラみたいなもんか。ほらよ、ふっ、効かないね。よし、ふっ、約束の地、何でも許されると思うね。ごまかせるわけねえだろ。よし、行くぞ、テルサ。さてさて、うーん、しょっぱいね。でもこんなしょっぱいアイテムでもね、上位にとっては死活問題だったりするよね。一回身を守るためによ。よし、ほらよっと、当たれ、よっしゃー、ざまねえな。うー、上がってきた上がってきた、セブンセブンですよ皆さん。しかし今回は別に宣伝しに来たわけじゃねえんだよ。そう、参戦アピールはほどほどで結構。
やっぱ普通に、うわー、なんか透明になってバナナ撒き散らしてる。不審者がいますよ。落ちねえかなあいつ。パックンは怖えよ。やべえな、緑コーラでランデブルしてやがるぜ。よしよしよし、上位上位上位、オッケー。怖え、投げてないじゃん。なんなんだよ、なんなんだよあれ。うわお食らった位置最悪すぎるなこれ。あー、踏まないで。避ける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 から。ちょっとやべえよ、一番恐れていた10位になっちまったよ。これ次のアイテム2個絶対取らなきゃいけねえよ。ちょっとセミロスさん運転下手くそ。ちょっと待ってセミロスさん、セミロスさん、ちょっとこれ教習所送りですよこれ。ちょっとセフィロス先輩、先輩、こんなのいらねえ。やべえ、くそ、頼む、あかん、あかん、キラーの方が強いのに、キラーの方が強いのに。シゲオつぶしがなんとか間に合ったぜ。よし、ふう、あぶれあぶれ。よろしくお願いします。先ほどは、絶妙なタイミングでひどい目に遭っちまったね。しかし半分ぐらいは自身のあれだよ、バックできなかったせいだから気を引き締めて行こうぜ。今回は7位11位と悲惨だよ。どうするの、行くぜ。スリップストリーム、上位上位上位、維持していけ。悪い字多すぎだろこの部屋かなり細長いやつだよ。ミーの作り方的にはやや親近感さえ湧きますが、今の人バックしたな。あれ、なんかあれ、こんなに前だっけ私。いや、あのイキリじゃない、そういう意味じゃない。いや、もうとっくの昔に皆さんに抜かれまくって今に至るだと思ったんですけど、意外と前にいるんだね。さーてどうしよっか。攻めより身を守った方がいいと思うのよね。うわ最悪、そう、絶妙に嫌な立ち位置って感じでしたね。なんで逆反、許すなゴリラを。へっへっへ、よし、やばい、今あのテレサの声が聞こえた。おお、やべえやべえ、なんでこんな、怖いよ。トゲゾウ来てる、トゲゾウ来てる。おおよしよしよし、行ってる行ってる。お 200cc マジーラ兄貴、ほらほらよ、ほら2個使え2個使え。やばいやばい、おおおおおわおわお、こいこい、やばいって。うわスターとか持ち込んじゃって、後ろの人はすごい距離来てるよこれ。うわー、しかも全体的に細長いせいで何が起こってるのかまるで分かんねえっていう。よし、オッケー。うわー、なんてった、ええそこじゃ、誰か誰誰か誰誰か当たって、誰か当たって、誰か当たって、やだセル、俺かよゴリラか、やられたぜ。さあウォーターパークにやってきましたよ。皆さん奥にある看板見とけよ。もうこれも何か言ったか分かんねえけど、最初のコーナーリングは重要なんだ。ミラーでもないからな、最近ミラーあんま見かけない気がする。寂しくはあるな。よし、ベストタイミングでは、よし、1回の録画で完全に勘を取り戻したで、ね、行くぜ。さあどうにかして前に出たいんですがね、このステージは特にショートカットらしいショートカットもないシンプルなステージだから、コインの枚数とインコースをちゃんと狙っていけるかどうかが勝敗の分かれ目、およびちゃんとアイテム取れるかだな。とにかく基礎、バトルにおける基礎をちゃんとね。怖いんだよ。よし、やべえメガホン、やってくれんじゃねえかよ。よし、その顎はよく燃えるだろうよ。さてコインを取りたいんじゃが、取らせてくんねえよなそう簡単に。さてでは緑コーラランデブーと行きましょうか。
ふふふ、避けるぜ避けるぜ、優雅に。さあ順調順調、超順調、順調順調。よし取れた。リノコ。あ、やばいやばいやばい。後ろに投げてんじゃん、あれ。無敵になりやがった。レスキュー。極めて無難なレース展開のようで、全然無難じゃねえから頑張って。しかしこれ、この後のアイテムの展開でマジで順位がまた戻るよね。よし、やべえな、団子すぎるでしょ。透明落ちてこい。雷、微妙にいらねえ。よし、2つ取りたいってのは欲張りじゃねえ。オッケー、早く止まって、ルーレット止まって、止まって、ルーレット、ルーレット、止まってよ、止まりなさい。なんで、キノコもぐもぐ、おいしいおいしい、もぐもぐ、止まってって、おかしいって、これ止まってよ。これは今審判が確認してる、これは、前代未聞なんだけど、これもうジャッジ時間かかりすぎだろ。え、今リプレイ見てんの、あの順位は、あのすいません、もう一周ぐらいしてもバレーか。よし、いけいけ、頑張れ、行ったれ行ったれ、早つかえ、温存してる場合ちゃう。つうかさ、顎が止まってんだけど顎が完全に左あたりで動き止まってんぜ。あれ、なんかどんどん動き止まってる人増えてない？これいけるぜ、なんか知らないけど、よくわかんないけど、来た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 、いけるいける。これ3位では、なんか顎が止まってるから様子見に行こうぜ。あれ、また顎が止まりだしたぞ。ほら、あれ、これライフストリーム、違う違う違う、あー止まってる止まってる、ゴリラと私だ、生きてる。あー、顎がまだ生きてる。なんだよこれ、こんな落ち方ないよ。どうやったらこんなことになるの、見届けてえな。これあれだろ、最後まで動き続けたら俺の勝ちだろ。ライバルがあと2人いるんだよな、あいつらさえ止まれば。お前めちゃくちゃなハンドリングしてるな、大丈夫か、こいつはどこで止まってるんだ。さあ残ったメンバーは3人、現在私1位ですよ皆さん。いいっすねこれ、安定感のある走り、まるでコンピューターが操作しているようだ。これいつになったら解放されるんでしょうね私。あ、悪いし、今後ろにいたな。できれば全員あそこに完全停止してるよね、こっちは。あれに触れたら死ぬんじゃね、避けるな避けるな、あ当たった、あれ悪い字死んでる。また死んだよ、悪い字も死んだ。これはついに、これはもうセフィロスがやっちゃいましたかね、これついに。まあ世界を返してもらいますよ。プップープップー、ゴリラまで止まったら完全にドライブなんですがね、どういう判定なのか分かりませんけど、今回は終わります。ありがとうございました。